小山田信有は、戦国時代の武将。海、武田氏家臣で、普代家老衆。海の東部軍内地方の国衆である小山田氏当主。妖名は、鶴千代丸で、通称は安三郎。父は、では守る信有。時代の小山田信重と同一人物とされていたが、近年は、別人で信重の兄に当たることが指摘されている。 妻は存在したと見られるが不詳。大前寺本堂小山田氏は、八三郎信有のの祖父にあたる腰中主神勇気に、回収後、武田氏に従属する。父の出は守の有は、武田春信の品の信仰において活躍するが、天文19年8月29日の品の国衆、村上則りの夜、戸石城攻めでは敗退したという。天文19年には、 武田総家による、柏山大禅寺の修築が行われており、同年3月に、父の出は守る信ありは、鶴千代丸、藤尾と丸に西を連れ大禅寺を参経し、肝心延年前を奉納している。同文書によれば両人は12歳の同年で、鶴千代丸は、総領と記されている天からや三郎のぶあに、藤尾と丸は信重に否定される。 これが、渡る三神の初見資料となる。天文19年に12歳とされる点から、両人は、天文8年出生となるが、ヤサブロウノブは、永6 5年5月の願文で、23と記しており、天文9年出生とも考えられている。父、では守るノブは病床にあったと言われ、勝山記によれば、翌天文20年11月に、ヤサブロウノブは、 品ナ平瀬城への万全派遣を命じられ、悲観衆を派遣している。勝山記によれば、翌天文21年正月23日に、では守モルは死去し、家督相続、元服したと考えられている。ヤ三郎信ウノブは、では守ワマが、病床にあった時期から、当主代行を務めていたと考えられているが、当初は別の実名を名乗り、 では、守る信有の没後に、信有と改名したと考えられている。高城佐伯によれば、天文21年正月6日には、武田春信聖母の大井夫人が死去し、安郎信有は、武田危機官として、最初に証拠を行っている。武田氏はこの頃、駿河今川氏、相模御北上氏との婚姻同盟を進めていたが、小山田氏は、 ご北上氏との取り次ぎを務めており、や三郎信有も法上、今川との外交に携わっている。勝山記によれば、天文21年11月には、武田春の部着難吉信の今川吉本娘との婚礼が行われており、や三郎信有も出席している。高城再記によれば、翌天文22年には、 縁組に関する御北上氏の使者が甲府を訪れており、大対応対をしている。勝山記によれば、天文23年12月に春信娘が、北上氏康嫡男の氏政に、腰入れ、蔡やさぶろうは、相模小田原まで愚部し、引き目役を務めている。こうして、やさぶろうは、交渉同盟の成立に携わり、御北上氏の文言長である、 小田原州所領役長には、他国州として、八三郎、八五やごの名が記されている。八三郎は、八三郎信うに、やご郎は信重に否定されるが、武田市の従属国州である小山田氏が、ご法上氏から治療を受けている点には、議論があり、取り次ぎとして、交渉大名から、取り次ぎ級を与えられたとも考えられている。軍官によれば、天文16年には、 シナの雲のノ・において、武田氏と越後の長岡影虎が衝突し、小山田佐兵城が先陣を務めてとしている。実際に第一次川中島の戦いは、天文22年9月に、北シナので発生した出来事で、佐兵城の関東名は、小山田信重のものであるが、紅葉軍艦では、ヤ三郎の部アを指して用いられていることが指摘される。A64 年4月には、 交渉同盟に基づき、信玄から越後上杉市の上の国出兵に際して、援軍を準備するよう命じられている。同年9月には、第4次川中島の戦いが発生する。勝山記によれば、第4次川中島において、ヤ三郎の部アは参陣せず、援軍のみを派遣したという。紅用軍艦では、ヤ三郎の部アが参陣しているよう記しているがこれは、 誤りであることが指摘されるが、勝山記では、小山田隊は、横入れを務めたとしている。A65 年には、藤尾室浅間神社に元門を奉納しており、病気平域を祈願している。A64 年から A67 年を境に、文書、記録資料においても見られなくなり、A68 年8月20日に病死したという、去年26。やさぶろの命日に関して、 インド院にっいっ調では、A68 年8月20日としているが、高野三審の供養帳に記載された日付は明日で、なく追前供養の依頼日である可能性が指摘されている。小山田氏は、では主身有機から軍内領における、発給文書が伝存しており、ガッツ帝の法刑丹老主院を家印としている。ヤサブロは2008年時点で、 家督相続後に発給文書22通、受給文書7通が伝存しているほか、伝存しない添え上1通の存在が想定されている。ヤサ郎発給文書の書質文書は、天文22年7月6日に発給された、小田原商人に対し天マテ型で、顔とガツテを用いるでは守るのぶあり以来の様式を、踏襲しており、顔と主因のみで実名の署名がないことが、 初期の発給文書の特徴とされる。天文23年9月25日付の反物では、鶴郡一帯に対し富士山北室の加護所上付きのための肝心を命じており、鶴郡一帯に対して領主権を行使し、初めて信有の署名が用いられている点が注目されている。工事二年には、鶴軍における悲観改めを実施し、小山田志画郎の 小林尾張神と神吉田の神吉田衆との間で、葬論が発生する。神吉田衆は谷村で訴訟を起こすが、再強を出さない信有に対し、甲府へおもき武田春信に直訴し、春信は、神吉田衆の訴えを認める再強を下した。同時期には、下吉田でも、小山田氏家老、小林泉守に対する葬論が発生し、下吉田衆は、 同様に、甲府の春信に対して直訴する。信有は春信に懇願して、自身による再挙を求め、小林泉守の対面を保ちつつもしも、吉田衆の訴えを認める再挙を下した。この二つの総論は、武田氏の軍内領への介入を示す事例であるが、総論は、若年の信有が、過労、小林氏に対する訴えを処理する、難しい再挙であり、信有は、 武田氏に対して助力を求め、武田氏の軍内医療への介入も受動的であったとする評価がある。ありがとうございます。